今回は前に住んでいた嫁さんの家の近くにおかびたラーメンがまた食べたくなったので再現してみました。残念なことにこの店は何年か前に閉店してしまいました。2回くらいしか行ったことがないのではっきりは覚えてないですが、ドアジのスープにカレーソースが入っていて、その上にトッピングで唐揚げと揚げたなすとピーマンが乗っていたと思います。もう一度食べたくなったので、なんとなく思い出しながら作ってみました。それでは作っていきましょう。材料は鶏もも肉 80g、 ピーマン2切れ、ナス2切れ、ニンニク小さじ1、玉ねぎ大さじ1、輪切りネギ大さじ1と中華麺1玉です。鶏もも肉は1枚を5等分ぐらいにして、厚さを均等にカットし、おろし塩が多少に、酒で下味をつけておきます。そこに水溶き片栗粉を大さじ1くらい入れ、混ぜたら片栗粉を大さじ1くらい入れ、まぶしておきます。唐揚げとなすピーマンを揚げていきます。油を150度くらいの中温まで温めていきます。油が温まってきたらお肉を入れ揚げていきます。少ない油のものを揚げるときは、初めから180度の高温で揚げてしまうと焦げたりしやすいので、中温から揚げていきます。油の量が多いときは、材料を入れた瞬間に温度が下がってしまうので、高温から揚げていくのがベストです。大体この鶏肉は片面1分揚げたら裏返しに揚げれば火が通ります。油の温度が上がりすぎないように弱火にして2分くらい揚げていきます。鶏肉が上がってきたら、ナスを入れ20秒ぐらい揚げます。そうしたらピーマンを入れ、5秒揚げます。油を切ります。揚げ油をしっかりと切ります。そうしたら鶏油を大さじ1入れます。なければ他の油でも OK です。火をつける前にネギを入れ、じっくりと加熱し、火を通し香りを引き出していきます。ネギの香ばしい香りが上がってきたら、紹興酒または酒を大さじ1入れます。マグロに回し入れ、アルコールを飛ばします。鶏ガラスープまたは元を取るためにも380cc 入れます。塩をティースプーンに軽く山盛り1杯入れます。味の素をティースプーン3分の1入れます。軽く混ぜ合わせたら胡椒を振りかけます。
どんぶりに移しておく。カレーソースを作ります。油大さじ1を鍋に、ニンニク、玉ねぎを入れてから火をつけて炒めます。中火から弱火にして香りを引き出すようにして、じっくりと炒めていきます。ニンニクの表面が色づいてきたら、豆板醤小さじ1を入れ炒めます。紹興酒または酒を大さじ1と醤油を大さじ1入れます。鶏ガラスープまたは元を取れたものを 120cc 入れます。砂糖小さじ1と味の素を少量入れます。カレー粉を小さじ1入れます。軽く混ぜ合わせ、カレー粉を溶いていきます。一度火を止めてから、水溶き片栗粉を小さじ1入れます。再度加熱し、とろみをつけます。沸騰したお湯に中華麺を入れ、茹でていきます。麺が湯だったら、湯をしっかりと切り、スープの入った丼の中に入れます。カレーソースをかけます。4等分に切った唐揚げとなすピーマンをトッピングします。これでジャカルタラーメンの完成です。本家の味には及びませんが、簡単に美味しくできました。よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。